こんにちは中級メガネです,ですさあ今回も J1 全クラブ今シーズンどうなの企画になりますセレッサ大阪<お>結構人が入れ替わりましたかなり入れ替わりましたねかなり。レンタル行ってた選手をこう完全に出してしまってとかって含めると20何人がアウトしたっていうと、うん、去年の登録、うん とあとレンタルしてた人継続して出すっていう部分を合わせるとに何ていうんですかインアウト票的には20何人出るっていう形、うんうん、すごいっすよね<の>ほぼ3分の2みたいなものですかね、まあ、じゃあちょっとメンバーを見つついきたいと思いますまあ補強としては何ですか力のある選手を、まあ、J2 とそうです J2 補強が目立つ というところですね北條さんはねたくさん J2 の選手たちのことを知ってますのでまず目玉的には <laughs> まあ上條中原舞久間はねみんな去年 J2 ではねそれこそベストイレブンに入るような活躍した選手ばっかりなんでみんな去年加藤選手をねあの金沢が取ったじゃないですかです、ね、で今年はさらにこ,この3人を、うん、で中原選手はちょうどねここのポジションあの 坂本選手が海外に行ったので、坂本選手もやばかったからでしたけど、中原選手もこうやだか,から。関係、うん、関係性がいいんじゃないですかもしかしたら。<laughs> 関係性がいいんですかね。エレストと山形の、はい。しかも同じ左利きっていう。あ、そうね、うん。タイプはちょっと違いますけど。はい、でもすごく、今日、中原選手も去年だから、最初はちょっとなかなか出番はなかったですけど、途中からすごくフィットし始めて。でも元々去年はでも G2 初チャレンジだったんですよ。う一昨年は G3 にでいましたから、ね。あ、中原ね、うん。熊本。はい。 で大木さんに鍛えられ、J2、うん、山形に行きああで、去年素晴らしい、レギュラー、スタメン定着してから素晴らしかったですね、パフォーマンスっていうのね。縦、うん、の仕掛けもありますけどこう、カットインからフィニッシュにっていう仕事もすごく切れてたんで、まあ、アシスト役としては最高かもしれないですよね。うん、あと、J1 のあれにどれぐらいこうフィットできるかっていうのはもちろんあると思うんですけど、うん、であと、さらにはこのマイクマ選手が。 去年な、もう J2 ではもう右サイドバックでもう何番と呼んでもいいぐらいのパフォーマンスで、で、マイクロナ選手はもともとあの、オワードの選手だったんですけど、ね、はい、はあ、一昨年ととしね、あの、ラ倉リ監督にサイドバックにコンバートされて、で、去年はもうサイドバックとして、まあ、もう素晴らしいパフォーマンスで、2列目もできる選手なんで、だからこう、長良選手のところにマイクロナ選手っていうことも選択肢として全然あるんじゃないですかね。去年も長崎では左の、 中盤やったりとかしてましたから、うん、前の方で。まあとにかく外からの仕掛けだったら、右でも左でもできるっていう感じなんで。松田陸のところにようやくライバル来たみたいな。そうですよね。ここ完全無風状態でしょ。いや、ここは、はい、本当に無風だったよね。まあ、無風もないけ松田選手の力量が半端ないんで。あ,そうまあ、そういうことだけど <laughs> そ。そうそうあの、ポジション取れるいやそういうことことがないので、まあ、前島選手も,もちろんね、うんあの、チャレンジっていう立場だと思うんですけど、うん、いろんなポジションできるっていうメリットあるかなと思いますよね。 上条はどうですか注目してほしいのは、やっぱこの上城選手ですまね。うん、まあ去年の J2 も本当、トップ下では5本指に入るパフォーマンスでしたあじゃあさ、トップ下っていうことからするとさ、うん、今、清武は右の、まあ、トップのところに入ってますけど、はい、4、2、3、1っぽくなったときに、清武もそこじゃないですか。左に乾がいるから、はい、そうなるとそこのポジションを争ったりだとか、そういう感じになるのかな。うん、そうでですね去年は岡山で最初サイドやってましたから で途中からトップ下入って、でトップ下入ってからさらにパフォーマンス上がった感じですよね。特にフィニッシュに関わる仕事が直接ね、あの真ん中だといいので、うん、あのすっごいシュート持ってるいですよ無回転シュートを、まあ、これ、J2 ファンだとみんな、うん、あの上条の無回転シュートって言ったらもう有名ですけど、<laughs> うん、まあ本当ドライブがかかったものすごいシュートをばしばし決めるんですよ。それはフリーキックとかじゃなくて、中れの中からバンルー普通のオープンプレーから。うん ものすごいドロップシュートみたいな、すごい変、本当 <laughs>、無回転のまま、ひゃって、たぶ独特の切り方があるんだと思うんですけど、それはもう毎、毎年、もう恒例みたいな感じで、そういうシュート決めてた選手で、もちろんアシストもそうですし、去年、ベルディー戦になったかな、なんかニアサイド、あのゴール、天井裏に突き刺すようなものすごいシュートとか、もうとにかくフィニッシュ、得点に絡む機会がガーッと上がって、もう特に、 後半戦は本当ト、トップだったんじゃないですかね、トップ者のパフォーマンスでは、全<の>ジェの中では、そこはちょっとポジション争い的にも、うん、まあ清武もいますし、まあ、前の、ね、選手たちのこうメンツを見てても、まあ、ブルーノ・メンデスも踊ってきたみたいなところもあるし、あとはボランチですね、鈴木則満も取りましたし、そうすね、フィーダが抜けたので、まあ、どういうふうに構成していくかっていう、うん、まあ多くのいて、まあ、原川も。 去年は結構試合出てましたし、ね。まあ、うん、去年はね。木田がなんか骨折しちゃったみたいな話、うん、<も>がはい。うん、ああ、そうなんだ、痛いね。うん、まあ、鈴木徳馬選手はね、去年ね、徳島で1年間ね、J1 の水にな,れなりましたからね。うん、ただ、まあ、奥の腹か、牙城は、そう簡単に崩せないと思うんですけど。<laughs> <に>いでも、期待はできるですよ。やっぱりそういう、なんかだろうな、ある意味渋い仕事というか。 はいそういうことをこう戦術的にしっかりと理解できる選手じゃないですかバッっサイドもできますからねねえうんまあ奇襲の戦力になるのは間違いないしあとサイドバックで言うと右もそうなんですけど、うん、左にまあ山中来て船木も戻ってきたという形ですかね、うん、センターバック k s かね <S ねこ<え>こはねうだあ,あ、うん、セコが抜けたセンターバック k s, ああ、うん、<S えセコはもう抜けるかなみたいなところ川さん分かってた いやまあ可能性はあるのは頭には入ってたんじゃないですか。川端、うん、さんはどんな印象だったのじいや、あいくんだってもともとヨーロッパ行きたがってるのはみんな知ってたところだと思うので、今、あの年齢で J リーグでバリバリやってて、ヨーロッパからの話が全くないっていう選手は、ままあまあいないなですよね、うん、まあ、その分、山下が戻ってきたっていうのもありますし。 なんかこう入りやっぱり入りやすかったなみたいなことがちょっとコメントで、やめちゃんのコメントは見ましたけど、どコメントで読んだのは、ポジションを取らなきゃいけないみたいな形で取り組んでるみたいなことは読んだんですけど、うん、なんかいろんなチーム、ね、これまで見ても、やっぱセンターバックにどうしても目がいきますね。海外に行っちゃう選手が結構多く,多くなってるっていうのもあるんでしょうけどね。 まあ、若くしていく選手が多くなってきたよね、本当にね。昔はいけないみたいに言われてましたけど、まあねね、富安というとんでもない成功例も出ましたし、まあ、次々にチャレンジする時代になってますね。いや本当にすすっ特期待する選手っていますか ま僕は J2 ずっと見てきたんで、中野選手とか期待し, <laughs> してますけど、それは右サイドは彼に取ってほしい。<laughs> いやいや、まあ、いや全然あのあのいいんですけど、<laughs> うんまあ、個人的には船木とかね、頑張ってほしいですけどね、あのー、丸橋がもともといて、山中も補強して、ね、なかなか簡単じゃないと思いますけど、でも彼の持ってる資質的にはね、もう一回勝負できるところはあると思うで,まあでもちょっと乾選手、楽しみですけどね、僕は。 まあね、去年,去年はね、途中からでしたけど、もうしっかりなんかね、オフ休んで、こうね、また開幕からっていう形で見たい、手術したんだよね、確かね、まあ今年はもうトレーニングも多分積んで、大丈夫だと思うので、うんでね、開幕からバリバリ出てほ、はい、しいなというふうには思うし、去年、最後のほうにあったんだよ、うん、な、元気ですとか言って、相変わらずの乾隆 <laughs> っぷりでしたけど、大丈夫ですとか言ってたけどね。うんうん まあ彼もんだろう,こう、無回転みたいなシュートは持ってるので、それこそ、上条と乾のこう左からググッと入っていって、ドンみたいなのは、ね、ワールドカップでもやっぱ乾の,のシュートがすごく印象に残ってるし、そうですね。でも考えてとこの清武乾ってすごいですよね、10年前も、確か清武右で乾左で真ん中、家長っていう、<laughs> 強烈な2列目がね、見たときすごく良かったですけどね、せいぜいね。 清武もね。怪我をせずに、うん、フルにバリバリ働いてほしいなというふうに思いますけどね。うん、セレッソ大阪でした。ありがとうございました。ありがとうございました。